こんばんは、じっくんチャンネルへようこそ。今日はですね、以前もやったんですけど、テスラオーナーたちが集まってゴーカート大会をするっていうやつ、今日はですね、それの第2弾で2回目のカート大会なんですよ。で、今会場に向かってるところなんですけど、ちょっとね、渋滞に巻き込まれちゃって、私遅刻しちゃってるんですよね。申し訳ないですね。で、前回の成績が、10人中だったかな、私6位だったので、あまりですね、振るわない成績だったんですよ。なので今日は、まあ、上位3人ぐらいまでにはなんとか食い込みたいなと思ってるんですけど、果たしてどうでしょうかね。今日の参加人数は前回よりは少なくて、多分5人ぐらいかなと思います。なので、まあちょっと3位って言っても真ん中なんですけど、上の2人は前回も参加した人で相当早いと思うので、まあいいところ3位狙うとしてもそのぐらいかなと思ってます。あ、ちなみになんですけど、前回の動画でこの右側のインターフェースが新しくなったっていう情報を出したんですけど、ちょっと一点伝えきれてなかった部分があったので、ちょっとついでにですね、ご紹介しようと思うんですけど、今ナビゲーションに目的地を設定してナビしてる状態なんですけど、まあ、以前から走行中にこんな感じでバックカメラをオンにできたんですけど、そうすると地図が全く見えなくなっちゃうので、あんまり使い勝手が良くなかったんですよ。で、ところがですね、今回のアップデートでここを見てもらうと、ここにですね、 500m 右折っていう表示が出てますよね。地図が見えなくなってしまった時に、この次に曲がる交差点の表示が出るようになったんですよ。で、これ2つ先の交差点まで出してくれるので、まあ、なんとかこの方向指示を頼りに目的地まで行くことも不可能じゃないなっていう感じで、これかなりね、助かりますね。そうすると常時後ろを気にしながら、この右左のサイドのカメラもオンになるので、注意を払いながら運転ができますよね。はい、ちょっと補足情報でした。はい、会場に到着しました。なんか車いっぱいあるな。止めるところあるかな。お、今日は混んでますね。はい、到着しました。はい、今日はですね、ここの首につける GoPro 用のマウントを持ってきたので、これでちょっと映像を撮ってみたいと思います。で、ここにですね、バックを撮るためのカメラもつけてみました。どんな映像になるでしょうかね。これから練習走行10周になります。こんなもんかな。今日は4名で走ることになりました。4名だからね、ビルにならないようにちょっと頑張んないと。これから走ります。はい、お、あれ、なんかハンドルの付きがいいような気がする。
はい、いよいよこれから決勝のフォーメーションラップです。決勝スタートです。決勝でピンしちゃいました。残念。
様でした。はい、今日はモデル X1 台とモデル S が1台と、はい、そして青のモデル3が1台、2台の合計4台でした。はい、カート大会終わって、今ちょっと駐車場に止まってます。レースの結果をちょっと振り返ってみたいと思うんですけど、まず予選ですね。予選は、私のラップタイムこんな感じで、まあ、35秒台から37秒台ぐらいの間ではまあ走れていて、ベストラップが 34.532 秒、アベレージが 36.204 ということで、これでですね4人中予選3位でした。でただタイム差ほとんどなくて、1位から3位まで全員ですね34秒台で、まあ、コンマ何秒かの違いで予選は終わったんで、まあ、ちょっとこの調子で決勝も頑張ろうかなと思ったんですけど、はい、今度こちらがですね決勝レースの結果なんですけど、この2周目と3周目両方とも41秒台出しちゃってますよね。この2周目と3周目で2回連続でスピンしてしまいました。いやもうこれが致命傷でしたね。でその後で、まあ、34秒台にはなんとか出せたんですけど、予選タイムは上回れないでそのまんま、3位でフィニッシュってことになりました。で結果なんですけど、1位がですねシンさん、この方は前回第1回でも優勝されて、ファーストストラップが33秒98ですね。早いですよねやっぱり。で2位がテフケンさん、ファーストストラップ34秒583でした。で3位が、私で、ファーストストラップ34秒802。ただゴールした段階では1位から16秒以上遅れました。で、まあ、4番手は淳さんで、まあ、ちょっと周回遅れになってしまいましたけど、淳さんね、理論的にはすごくカートに詳しかったので、体力作りしたいって言ってましたね。次回は強敵になるかもしれません。はい、ちょっと振り返って反省してみたいと思うんですけど、この2周目と3周目でスピンしてしまった状況を振り返りますと、この走る前に他の組でものすごいですね上手い人たちが走ってたんですよ。全員レーシングスーツ着てもうガチ勢って感じの人たちが走っていて、その方たちの走りを見て参考にしたんですけど、もうブレーキランプ1周しかつかないんですよね、コーナーの手前で。でそれで綺麗にコーナリングしていて、ちょっとねその走りをイメージして真似してみようと思ったら、やっぱり技術が追いつかないので飛び出してしまったんですよ。で2周目と3周目で同じようにスピンしてしまったので、まあその後ねやっぱり自分の走り方でやんなきゃダメだってことで、まあこんな感じのタイムになりました。はい、というわけで第2回のテスラーカート大会、今回も非常に楽しかったです。ちょっと今回参加人数が寂しかったので、次回はですねもう少したくさん人が集まることを期待したいと思います。ではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。